ネタの妄想じゃないそうですということで、お川ポーズするのやめてください、ね、このお川ポーズね、お前がやるとキモいんでやめてくださいっていう感じなんですけれども、今回はですね、今後リアル巡り行く人、リアル巡り行きたいなと思ってる人に絶対見てほしいね、これだけは見てほしい動画がね、あったので、今回それを紹介させていただきたいなと思います。まあ、33枚目シングルもねまだ発表されてないですけれども、全国イベントの方でね32枚目シングルと同じようにリアル巡りまたねあるんじゃないかなと思うので、そのリアル巡り行きたいなと思ってる人ね、これ見といた方がいいぞっていうね、動画があったので紹介させていただきます。まあ、それがですね、まあ、乃木坂じゃなくて日向坂ですね、日向坂46の YouTube チャンネル、日向坂チャンネルのショート動画で先日上がっていたんですけれども、こちらの動画ですね、1分でわかる日向坂式リアル巡り講座っていうこのショート動画がね、上がっていて、これがね見た方がいいですこれこれね見とけばリアル巡り大丈夫ですと、ね、言った感じで、まあ、これね何かどんな動画かっていうと、まあもうその通りなんですけど、そのリアル巡りの流れを日向坂46のメンバーが実際にこうやりながらこう説明してくれてるというか、実際にその流れをやってくれてるよっていう動画、しかも1分でね短くまとめてねやってくれてるよっていう動画になってまして、で僕これ見たんですけど、僕ね32枚目シングルのリアル巡り参戦したと思うんですけど、全く一緒でしたね。もうほとんど一緒。当たり前なんですけど、まあ、日向坂式とは書いてありますけど、まあ、ほぼほぼね、もうほぼ全く、一緒の流れ、ま、もう僕が行った時とね、僕が乃木坂の32枚目シングルのリアル巡りで、行ってきた流れと全く同じ流れだったので、本当にそういう感じ、その動画の感じで、進んでいきますよって、ね、なりますよっていう感じだったので、これはね、今後、リアル巡り行く人、まあもうね、すでに行った人はもう問題ないと思うんですけど、これからこう初めて、行くよっていう人はですね、行く前に、これ必ずね、見ておいた方が、見といたらもうスムーズにね、リアル巡り参戦できると思うので、めちゃくちゃね、この動画いいんじゃないかなって、まあ今後、乃木坂もね、メンバーで、こんな感じの動画やってくれたらね、それが一番いいと思うんですけど、まあ、今はね現状ないということで、この日向坂チャンネルのこの1分のね、日向坂式リアル巡り講座っていうショート動画、 YouTube に上がってるねショート動画、これぜひですね1回はね皆さん見て、いただきたいなと、見たらいいんじゃないかなってね、思います。だからこれはね本当に今後リアル巡り、まあ、33枚目シングルね、さっきも言ったように、おそらくね32枚目シングルと同じような感じで全国イベントの方であるんじゃないかなと思うんで、それにね初めて行きたいよっていうリアル巡り行ってみたいよと思ってる方はですね、ぜひこの動画、まあ今すぐじゃなくてもね、今すぐじゃなくてもそのリアル巡り近くなったら、その動画をね、日向坂チャンネルのそのリアル巡りのリアル巡り講座っていう動画をですね見てから、自分がね参戦するとリアル巡り行くとねいいんじゃないかなと思うので、ちょっと今回ね動画で紹介させていただきました。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも眠る夢、そんな春がもう嫌いだ。